鳥取県鳥取市鹿野町で活動する劇団鳥の劇場による公演泥棒学校が13日赤金ミュージアムで行われました。芸術監督を務める演出家中島誠さんを中心として廃校を劇場へとリノベーションし活動を始めた鳥の劇場。この名前は組織名でもあり拠点とする劇場の名前でもあります。今回赤金ミュージアム多目的ホールで行われた公演泥棒学校は加古さとしさんの名作絵本をもとに作られた親子で楽しめる演劇作品で、鳥取県内外の小学校や幼稚園でも上演歴の多い作品となっています。物語は大金持ちになるため泥棒の勉強をする泥棒学校に通う個性豊かな生徒たちが主人公。授業や宿題で失敗ばかりの生徒たちはある夜先生と一緒に遠足へ出かけます。コミカルで迫力のある演技とホール内全体を使った演出に観客は時折声を上げながら楽しんでいました。公演の後は CU カフェで中島誠さんによるトークイベントが行われました。はじめに中島さんから劇場での公演以外にも子ども園向けたワークショップや国際演劇祭の開催など鳥の劇場が行ってきた活動内容について説明。それで、最近はですね、その、劇場も、ただこうハードにお芝居を見てもらうというだけではなくて、いろんな形で、地域資源とか、その後屋内ステージへと移動して役者の方々も交えて簡単なワークショップを実施しました。参加者は子どもと大人に分かれて参加。初めは緊張していたものの体を動かしていくうちに緊張がほぐれ楽しそうに参加していました。大人も子どもも楽しめる公演とトークイベントになりました。